はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ね、ご紹介するのはちょっと大きいんで、こちらになります。はい、ジャンプフォース。はい、こちらの、はい、コレクターズエディションです。はい、これがでかい。いや、すごいね。想像たるメンバー。はい、いや、すっごいね。いや、もう結構もう経つんだけどね、もう出てね、やっと自分ね、この海外でしか手に入らないこのコレクターズエディション、こちらをね、やっと手に入れることができましたんで、ご紹介させていただきたいと思います。プレステ4版ですね。はい、ジャンプフォース。はい、これはね、よっこらしょっと。はい、こういう感じ。ゲームはね、ほんとやったことないんですけどね、まあ面白そうですよね。まあ裏はね、もう裏はね、ほんと英語ですね。もう日本語ではない。はい、で、特典としましてね、普通にこのゲームソフトと、あとアートボード。はい、こちらが悟空、ルフィ、ナルトの、3種。はい、そして、スチールブック。はい、で、何より一番注目なのが、ジオラマフィギュア。こちらがつくことによってね、もう全然もう価値が変わってくるんでね、もう自分もこれ目当てで買いました。はい、自分はね、これちょっと中古で購入させていただいたんですが、一応ね、ほぼね、どのサイトもフィギュアのみとかね、そういうのばっかだったんですけど、まあこれもう箱からね、もう出しちゃってるんですけど、まずね、もうゲームソフト、はい、こちらはね、もう新品がついてました。はい、未開封、はい、こちらの新品、うん、ゲームソフトはこれ日本語だな。するとこのゲームソフトは海外のじゃなくて日本で購入したのを入れたのかもしれないね、前の持ち主がね、うん、あ、でも新品なんでね。はい、はい、で、あとが、このアートボード。はい、こちらもついてますね。こちらはね、まあさっき見た通りの絵柄なんでね、わざわざ、ここね、ちょっとずらして開けることもないかなと思うんですけどね、まあちょっと厚紙ですね、まあ、厚紙が、普通に3枚入ってる状態ですね。はい、あ、待って、見てか、なると、取らねえってことは一楽のラーメンおごってくれるってことでいいんだよな。いや、いいね。陸道仙人モード、かっこいい。裏はもう何も書いてないね。はい、で、続いて、はい、ルフィギアフォースバウンドマンですね。で、最後に、はい、悟空スーパーサイヤ人ブルーです。とっくにご存知なんだろう、次世代ゲーム機でグラフィックがより綺麗になったスーパーサイヤ人。いや、素晴らしいね。この3キャラクターすごいね。もうジャンプの3大キャラクター。はい、素晴らしい。という、これがね、アートボードになります。はい、で、続いてね、本当はスチールブックを
ご紹介するよはずなんですが、自分が購入したのはね、ちょっとスチールブックが欠品してるやつだったんですね。はい。なので、ゲームソフトとアートボードと、あと、こちらになります。はい。フィギュア。はい。このジオラマフィギュア。こちらがね、ちょっとすごい楽しみなんですけれども、これをね、早速、ご紹介したいと思います。はい、こちらがね、フィギュアの、箱になります。ほぼね、箱の大半がこのフィギュアの箱が占めてますね。はい、でかい。この3キャラクターがね、ジオラマとして作られるっていうのは本当すごいよね。なぜこれをね、日本じゃなくて海外にしたのかっていうのがちょっと疑問残るけどね。はい。で、これをね、もうすでに、その前にね、ここにメガハウスって書いてあります。そう。フィギュアね、メガハウス製です。はい。で、ブリスターに入ってますね。はい。こちら。はい。ジオラマにナルト・ルフィ・悟空と。はい。こういう感じで入ってますね。では早速ね、ブリスター開けて、ちょっと一体一体ね、見ていきたいと思います。はい、ではね、開封し終わりましたんでね、一体一体見ていきたいと思います。ではね、最初、ナルト。はい、こちら。一楽のラーメンを。はい、ナルト。まあ、似てる、似てないで言ったら、まあ、似てないよね。ちょっとなんだろうな、顔が下膨れ的な感じになっちゃってるのかな。まあスマイル検知はするけど、なんだろうね。あ、でも角度によっちゃこの角度はすごい似てるけどね。なんだろう、正面から見るとなんか違う感じがするな。なんか角度だな。横顔とかは似てるけどな。まあ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 、でも 造形はね、やっぱちゃんと作られてますね。まあメガハウスが、監修してるだけあって、そこら辺はちゃんとできてはいますね。はい。で、1個目がナルト。はい。で、2個目、ルフィ。はい、こちら。はい。ルフィに関してはね、まあ、似てる方じゃないですかね。スマイル検知もするしな。服の造形もちゃんとね、シワとかも作り込まれていますしね。で、麦わら帽子。はい。まあちょっと薄いですけど、この3本傷もちゃんとあることはある。はい。まあルフィにしては、まあ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 、いい方じゃないですかね。はい。で、最後、悟空。はい、こちら。これじゃない感が強いな。図に
によるんじゃないぜ。悟空に関してはこれじゃない感が強いんだよな。なんだろうな、似てはないんだよな。まあ、造形はいいんですよね。この筋肉のね、隆起してるところとかはよく作り込まれてるんですが、いかんせん顔はな、顔が似てない顔ちょっと致命的にちょっとあれだな、残念だな。まあ海外だから、しょうがないのかな。ちょっと残念かな。しかもね、フィギュア自体はめちゃくちゃ軽いんだよ、これ。これ何で作られてんだろうな。めっちゃ軽いんだよな。すげえ軽い。ソフビぐらい。で、台座見ましょう。はい、こちら。いや、台座が一番よく作られてる。いや、台座が一番すごい作られてるね。ジャンプフォース。こうね、炎のエフェクトとか、あとこのね、地面のアスファルトの割れ具合。で、信号機もすごいリアル。クリアパーツですね、これはね。これはすっごいよくできてる。で、こういう街灯とかもね、へし折れてたり。で、車。タクシーかな。で、円柱ね。すっごいなんかね、台座はめっちゃ細かくディテールされててよくできてますね。で、裏を見ると、ジャンプ50周年アニバーサリーバンダイナムコエンターテイメント2018と、はい、書いてありますね。はい、いや、何気に台座がすごいよくできてる。ではね、ちょっと一体、つけてね、完成を見てみたいと思います。はい、ではね、組み立て終わりましたんで見ていきましょう。こちら、まずナルト、はい、信号機の上に乗っているという感じですね。はい、で、ルフィは真ん中センターですね。はい、で、悟空、はい、悟空がやっぱ一番背が高いですね。悟空が一番でかい。はい、こういう感じですね。ジオラマとして見たらすっごい、かっこいいですね。この3体が並ぶっていうのは、このセンターから見たね、3体が一番かっこいいね。悟空はちょっとね、顔がちょっと違うなって感じたんで、この後ろ姿が一番かっこいい。ということで、ちょっと、回転台座に乗せてね、例のごとく回しながらお別れしたいと思います。いやー、何気に台座が一番すごいよくできてる。はい、ではね、今日は、こういう感じで、ご紹介終わりたいと思います。これを見てね、ぜひ、よかったらね、チャンネル登録、あとね、いいねボタン、グッドボタンよろしくお願いします。まあ、コメントもね、いただけましたらね、ちゃんと返させていただいております。
はい、ではね、最後回転台座を見て、お別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。